Good, good. Let's learn Japanese from Zero Volume 28. Today's second section. テールフォーム。そこで何してる？そこで何してる？そこで何してる？ OK。ダンさん、今私とダンさんはステーションにいる。ステーション何？ステーション。ああ。死なない。駅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 。OK、five time。駅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 にいる。駅。駅にいる。駅に行く。駅にいる。駅に行く。駅に来た。駅に行くた。来た。来た。はい。駅に。駅に何がある？駅に何があるダンさん？駅の前に何がある？駅の隣に何がある？隣に、うん、駅の隣にこれ隣駅の隣に何がある？これ何？24 hours store. 24 hours is super convenient. Convenient. What is in Japanese? 日本語何？日本語、日本語何？ I forgot. コンビニ。はい、はい、駅の隣に何がある？はい、駅に隣に、コンビニ？はい、ある。いいね。駅の隣にコンビニがある。コンビニ。はい、ダンさんはどこにいる？ダンさんはここだよ、ここ。ダンさんはどこにいる？私はコンビニにいる。はい、ダンさんはコンビニにいる。コンビニで何をしている？コンビニに、You want me to say another place? コンビニで何をしている？ What is している？している。Aha, している。Yeah, what action would you like to say? Buy things? うん、そうだね。はい。Shopping? はい、買い物。Oh my god, shopping. 買い物。買い物をしている。買い物？はい、ダンさんはコンビニで買い物をしている。している。はい、she is。はい、今ね、今してるよ、今。ダンさんはコンビニで買い物をしている。OK、じゃあね、ダンさんはね、今度ね、ここに行くよ。はい、ダンさん、駅の中に何がある？駅の中に何がある？駅の中に、図書館にある。図書館がある。Listen, 駅の中に何がある？はい。駅の。You are right. 駅の中に。駅の中に。中に図書館がある。図書館がある。はい。ダンさん、今何してる？何してる？あ、はい。You just arrived! You just arrived! Please! What did we learn last time? 私は図書館に行っている。Oh, your action, you're 来ている。
So somebody else action is itteiru. But your action, you're already 図書館 right? From your perspective, you are 来ている。ダンさん、私は図書館に来ている。はい。来ている。私は図書館に来ている。はい。私は図書館に来ている。Then, ダンさん is going to read a book. はい。She is now reading a book. お願いします。私は本に Go on. の読んでいる。はい。So, 読む is action. And usually, what particle you use?Object is followed by... はい、もう一回言って。本を。私は本を読んでいる。はい。あずみさんは今どこにいる？あずみさんは今図書館に行っている。But you are 図書館 So, Azumi-san's action is not going, coming to you, right? Uh-huh. So, you can please use 来る。来る。もう一度。来るは、はい。Azumi-san は図書館に来ている。ありがとう。安住さんは図書館に来ている。However, you are also be there. So instead of wa, you're gonna use which particle? もう。はい、もう一度。安住さんは、安住さん、はい。安住さんも図書館に来ている。She is looking for a book. What is looking for? To look for.わからない。はい、探す。Say 探す。探す。はい、探す。探す。本を探す。本を探している。本を探している。はい、今、あずみさん何してる？今、あずみさんは本を探している。ありがとう。あずみさんは今、本を探している。あずみさんは今、本を探している。図書館の下に何がある？図書館の下に下にカリーにいる。ある。もう一度。図書館の下にカレー屋がある。はい、OK。So the business you put 屋 there, like a store. カレー屋。はいカレー屋。はい、図書館の下に何がある？ダンさん。図書館の下にはカレー屋がある。はい、図書館の下にはカレー屋がある。よくできた。はい。カレー屋がある。何々屋。何々や。何々や。何々や。
まあちょっと待って、はい、ちょっと待ってよ、はい、今ダンさんはどこにいる？今私はカレー屋に行きいる。お、来る？行く？どっち？どっち？どっち？来る？行く？ Which verb？ 行く。はい、じゃあ風船です。もう一度。私は行く。カレー屋に。カレー屋に行っている。You said 行く？ Sorry。Please use 来る。来るを、来るを使ってください。来るを使ってください。Because you're already there. You arrived. Uh-huh. どうぞ。わからない。行く、来る。ダンさんは今どこにいる？私は彼屋にいる。そうだよ。私は彼屋にいる。はい、yes, yes, yes. If you go with いる verb, you are. 私は彼屋にいる。But if you want to describe what action just has been made, you also can say 私は彼屋に来ている。来ている。私はカレー屋に来ている。OK. From the perspective, you are at curry shop. Curry restaurant. So your body is already came here. 私はカレー屋に来ている。And then, あずみさん今どこにいる？あずみさん今カレー屋にに来ている。あずみさん、ん？ Since you're there、 あずみさんもあずみさんもカレー屋に来ている。あずみさんもカレー屋に来ている。いいね。二人は何してる？はい、もう一度。二人は今何してる？ Obviously, they should eating, be eating. Eating. Let's see. They are eating curry. 食べている。Okay. カレーを食べている。そうだね。二人はカレーを食べている。二人はカレーを食べている。よくできた。はい、駅の隣にコンビニがある。ダンさんはコンビニで買い物している。駅の中に図書館がある。私は図書館に来ている。本を読んでいる。あずみさんも図書館に来ている。あずみさんは本を探している。図書館の下にカレー屋がある。私はカレー屋に来ている。二人はカレーを食べている。はい、そこで何している勉強しました。